柏崎刈羽原発6号機の大物搬入建屋を支える杭が損傷していた問題です。東京電力は損傷の原因を杭の周りを覆っていた硬い材料の土が中越沖地震で振動し杭に力が集中したためとの見方を明らかにしました。柏崎刈羽原発6号機の地下に来ています。こちらが損傷があった杭です。本来であれば基礎部分とつながっている鉄筋は切断していて、これから補修工事が行われるということです。建物を支える杭が損傷していたのは、核燃料などを搬入する際に使う柏崎刈羽原発6号機の大物搬入建屋です。去年7月、コンクリート製の杭の内部の鉄筋が破断や変形をしていました。全部で8本ある杭のうちナンバー8、ナンバー6の2本の損傷が特に大きいということです。原因について柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は、セメント改良度が中越沖地震の際にナンバー8の杭の動きを拘束したため、先端と呼ばれる物体を挟み切るような動きですねの作用によりまして損傷が生じたものであると。損傷の激しい杭の周辺にはセメントと土を混ぜて作られ、周囲の地盤より硬いセメント改良土が埋められていました。中越沖地震の際、この硬い土が影響して杭に強い力がかかったのが原因と見ています。セメント改良土は6号機建設の際、重機を置く場所の地盤を補強するため使われました。本来は工事終了後に建設業者が撤去すべきものでしたが、撤去されず、その報告もありませんでした。ルールに完全に遵守してなかったのではないかというところはありまして、東京電力は同じような状況が中越沖地震の後に設置した建物の杭に関してもあるのかどうか調べています。